観光客向けに作られたお土産用のククサククサはマグカップの一種である。伝統的にはスカンジナビア北部のサーミ人による木工技術同時によってカバの節思昆から作られる。まず節流から大まかな形を削り出し、それをひびが入らないように丁寧に乾燥させる。その後地域ごとの特色を示す形に成形する。 支流から作ら作れたものはそうでないもももものよりも長持ちするととは北極圏地域では普段使いのカップとして広く用いられていた。出来の良いものは生涯を通して使うことができる。洗剤は草を傷めると考えられている。そのため通常、使った後には綺麗な水ですすぐだけに留め、布で水気を拭く。プラスチックのく今日では、 スカンジナビア北部以外で伝統的なクックサを見つけることは難しい。管理林業によりカバの不思流を見ることが少なくなったことが理由の一つと考えられている。またガラスや陶器の普及によりかつて産業として成立していた同時モスタで現在では趣味の技術として考えられている。マテリアルザット A クックスサイズメイドオーブ HTTP フィニッシュ プーコブログスポット .com2007-02 クックスサエンシェントラプランドドリンキングカップ HTML ありがとうございます。